はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ピブルーバトルですね。共に生きる生活第2回目ということで、著者はディートリヒッポンヘッファーですね。新京出版社から出ています。日本語訳はね、でドイツ語の初版は1938年ということで、まあね、第1回でも言いましたけれども、ディートリヒ・ボンヘッファーっていうのは、ドイツの神学者で、ナチスドイツ、いわゆるそのヒトラー体制に、ヒトラー体制をむしろ神学的に擁護するね、神学者あるいは牧師が多かったドイツ、そのような状況の中で、告白教会という形でヒトラー体制を批判するような動きを見せました。そして、まあ、彼は捕らえられて、獄中で亡くなっている、40歳になる前にね、確か39歳ですけれども、亡くなっている、まあ、天才神学者ですね。この人がですね、共に生きる生活という本をの中で言っているのは、キリスト者がいかにですね、その交わりを持つかっていうことに関する考察なんですよ。でしかもこの交わりっていうのは、いわゆるこう組織的な教会に、守られたところの交わりっていうものをある種脱構築して、交わりというものの本質をね、抽出しようとするんです、ボンヘーファーは。なぜなら当時その組織的な教会、ドイツにおける組織的な教会、主にまあルター派ですよね。ルター派の教会はもう完全にナチスに取り込まれてしまっていたから、本当の真のキリスト者の交わりを持とうとすると、ある種こう組織的な教会というものを超えて交わらなきゃいけなかったという事情があったんですね。で、そういう中で彼は、キリスト者の交わりというものの本質っていうのを、問いかけた。こういう意味で、そういう意味で言うとですね、今、その新型コロナウイルスの状況下で、まあ、教会によっていろんな教会がありますよ。で、結構ね、僕は練馬グレースチャペルというね、教会で協力牧師という形で、牧会協力をしているんですけれども、結構ね、その、練馬グレースチャペルは、礼拝をね、完全にもちろんオンラインにしたという時期もありました。緊急事態宣言中は。でもですね、解除されてから、なんていうかこう、ね、スペースを取ったりとか、消毒を徹底したりとか、換気をしたりとかしながら、まあ、礼拝を再開していって。で、それをまあ、ホームページでも、こうね、公表しながらやっていく。そうですね、結構面白い現象があって、それはその地域にいるクリスチャンの方なんだけれども、普段はこの教会に来てないけど、今日はね、礼拝を一緒に守る、礼拝を捧げるために、来ましたよと。でね、聞いていくと、例えばね、こういう方なんです。それは、うちの教会は、まだね、その集まるということをやっていないから、まあ、集まるということを、やっぱり、こう、集まって、主に礼拝を捧げたいから、来ましたよという方もいらっしゃいます。あとね、面白かったのは、ここの、まあ、ある特定の、まあね、その、教派、あるいは、まあ、教団、あるいは、まあ、ね、そういうね、グループ、あるいは、単立もあるかもしれませんけども、ここの教会、自分が普段行ってる教会では、確かね、65歳以上とか70歳以上は、教会に来ないでくださいね、というふうに、通達されてると。で、私は、まあ、ちなみに70歳なんだけど、ね、まあ、行けないので、その教会に、まあ、もう、まあ、門前払いをされたので、ここに来てるんです、とかっておっしゃる方がいるわけですよ。で、まあ、それはね、僕は、じゃあ、その、70歳以上はやめてくださいねって言ってる教会が、じゃあ、ダメな教会とかっていう話では全然なくてね。それは一つの、疫学的な理由に基づいて、判断しているので、それはそれでね、すごくね、立派なことだと思うんですよ。というのは、ね、やっぱり、こう、高齢の方が、感染すると重症化するという、率が高いっていうのは分かっていることだし、だから、まあ、高齢の方はどうか、ステイホームをね、なさってくださいよという、ある種のメッセージを発するという、ことで、すごい立派なことでもある。だけど、ね、別に、いくつの方でも来てくださいよという姿勢も、それはそれで、一つの姿勢として、僕はあると思うんですよ。それは、やっぱりですね、その年齢とかで区切り始めると、70歳でもすごく、ね、
元気な方もいらっしゃるし、50代でもすごくですね、体が弱い方もいらっしゃる、そういう中でどこで線引きを していくのっていうことになると、なかなかそれはね難しいじゃないのということもありますから、僕はやっぱりそのなんかこう日本人ってなんか線を引いてそこに揃えるのが好きですけれども、それをしない方が僕はいいと思います。社会の多様性を持つことで、なんだろう、そういう70代で、ある教会に行けなくなっちゃった人が逃げどころもあるしね。でやっぱり高齢者は、ね、家にいるべきだという方々の受け皿となるような、やっぱり高齢者がいないという安心っていうのもおかしな話ってはあるんだけど、ね、まあでもそういう方もいらっしゃるでしょ。そういう礼拝を持ちたいという方も、高齢者がいないなら行くよという方もいらっしゃるでしょ。だからいろんな教会があることでいろんな方が来れるっていう状態っていうのが、僕はやっぱりね、特にまあ教会、東京なんかはですね、教会が一つの地域にいっぱいありますから、そういう選択肢をね増やしていくということは悪いことじゃないんじゃないかなと思っています。で、僕が言いたいのは何かというと、このコロナ禍の中でやっぱそういう感じで、なんというかある一つの教会に所属して、そしてそこに行き続けるっていうことがいろんな形で、まあ、制限されるわけですよね。でもその時にキリスト者のその自分がキリスト者であるという定義の中に交わりっていうのが絶対入るんですよ。無人島で ロビンソン・クルーソー状態でキリスト者であれる人なんて誰一人いないんですよ。まあもちろんそのなんかのね、なんか日本兵のさ、なんかいたじゃないですか、その40年ぶりに帰ってきたみたいな、あの状態の人がクリスチャンだったらそれはクリスチャンでいいと思うんですよ。ね、いいと思うんだけど、基本的に自分から引きこもって、なんていうかこう、ね。なんかに影響され、もちろんその病気の人とかももちろん別ですよ。だけどなんかに影響されたくないとか、そういう形で引きこもってクリスチャンであるっていうのはもう語義矛盾で、クリスチャンであるということの中に交わりっていうのは実は定義の中に入ってるんですよ。なんでその組織的な教会に属するということがそれを 100% 担保してくれてた状態から、そのコロナのようなですね、揺さぶりをかけられた状態で、じゃあ交わりって何なのっていうことを考える、再び考え直すっていうのはすごい有意義なことで、それはボンヘッファーがナチス状況下で、ね、いわゆるそのルター派教会というのがそういう状態になっちまった時に、それでもキリスト者がキリスト者である、つまり交わりを持つということはどういうことであるかということを、まあ、考え抜いた、そういうね、名著、もう古典的名著ですので、これをですね今紹介することに意味があると考えたというのが、まあね、この本を紹介する理由でございます。じゃあ早速引用に行きますけれども、全然早速じゃないっていうね前置き長えよ毎回と皆さん思ってらっしゃると思いますけれども、まあそういうねそういう感じですよ。P45 ページです。これね、ちょっと難しい言葉が出てくるんですけど、非陶酔的っていうのがこのね本の中に出てくるんですよ。読みますね。したがって経験に即して考えると、日常の労働から解放された短期間の収容会の時などに、人間的な要素が最も簡単に広がるものなのである。これ面白いですね。短期間の収容会って、つまりさ、いわゆるそのアメリカでいうジーザスキャンプみたいなものですよね。でそういうのってね、ドイツの1930年代にもうすでにあったんだなっていうことに僕は逆に驚いてて、なんかもっと最近出てきたようなものに思ってたから、だから昔からそういうなんか 2,3 日のね、教会のね収容キャンプみたいのがあったんだなーっていうのを、まあ、この文章を持って僕はね思ったんですよ。でそこからが重要で、数日間の共同生活において交わりへの一体感、陶酔感をかきたてることほど容易なことはないってボンヘッファー言うんですよ。ね、でさらにですね、しかしまた健全で非陶酔的な兄弟愛に基づく日常的な生活共同体にとってこれほど災いなことはないって言ってるんです。これね、僕本当面白いというか、やっぱボンヘッファーすげえなと思ったんですけど、だからいわゆるそのまあ、ジーザスキャンプっていうね、アメリカで、アメリカ始まったのか、でもアメリカで盛んな、いわゆるその夏休みとかに、まあ主に若い子、10代とかが多いんですけれども、がそのね、まあ5日とか4日、5日、6日とかそういう期間、いわゆるそのアメリカにはいっぱいですね、クリスチャンのキャンプ場というものがありまして、で、まあいわゆる研修センターのような感じでしょうかね。で、まあ、自然の中に、そうやって共同生活ができる、ね、セッティングがあって、
って、まあ、いろんな、もちろんボーイスカウトとかも使うし、夏はですね、そういうクリスチャンの教会が使ったり、教団が使ったりとかですね、そういう若者のミニストリーが使ったりするわけです。で、4日間とか5日間とかそこで過ごす。で、それを導くのは、やはり牧師とかチャプレンとか、ユースパスターと言われる人たちで、で、そこでですね、もう本当に、まあ、規模が大きくなれば何千人とか、まあ、小さくてもやっぱ100人ぐらいはいるっていう感じでしょうかね、僕のイメージでは。で、そこで何をするかというとですね、まあ、朝から、まあ、賛美をして、メッセージを聞いて、で、賛美をして、メッセージを聞いて、交わりをしてみたいな、それもクリスチャンの、なんかもうクリスチャン付けにするんですよね。クリスチャン付けにする。クリスチャン付けにするんですよ。で、それで、でね、外界とのね、接点がないからさ、だからクリスチャンしかいないからさ、そこでね。で、そのイエスという、だからいわゆるその自分が信仰を持っているということが、例えば自分が行ってる高校とか学校では、ちょっとお前宗教にかぶれてんじゃねえよと言われるかもしれないけど、そこではですね、もう思いっきりですね、もうイエス様っつって言えるっていうね。そこでまたそのクリスチャンじゃなかった人がそこに行って、もうね、なんかもうあれ将来牧師になりますみたいな、泣きながら賛美するみたいな、そういう映画も出てます、ジーザスキャンプっていう。僕見てないですけどちょっと興味あるんですけど。で、それが、僕は、それは、まあ、日本でもあるんです、実はね。実はっていうか、まあ、ありますよ。皆さんもご存知だと思います。で、いっぱいあります。いっぱいあります。で、僕も、そういうものに出たこともあるし、主催したこともあるし、講師になったこともあります。何度もあります。で、僕はそういうものは、すごく、いいなと思います。いいと思うんですよ。うん。で、いいなと思う反面、あまりにも、即効性がありすぎるから、用法用量をお守りくださいとは思います。っていうのは、どういうことかというと、そういう閉鎖空間の中で、まあ、ここにもボンヘッファーが言ってるけど、閉鎖空間の中で、陶酔感をかきたてることほど容易なことはないって、ボンヘッファー言ってるんです。陶酔感って何かっていうと、まあ、酔ってしまうことですよね。だからその場の雰囲気に酔ってしまうっていうことです。で、その場の雰囲気っていうのは、やっぱりその主催者は綿密にイエスを愛するみたいな雰囲気を、ね。イエスを愛するって実は雰囲気じゃないんだけどね。イエスを愛するって雰囲気じゃないんですよ。これがまたあれなんだよな。で、とにかくだから、ライブ会場に行ったらさ、やっぱさ、僕がじゃあ、例えばさ、長渕ライブとかに行ったらね、別に僕はギター抱えて東京のバカ野郎って言って国会議事堂にしょんべんかけたことないですよ。ね？別に長渕フリークじゃないですよ。だけど、長渕ライブにね、僕多分行ったらね、最初に、もうやべえな、この人たち。もう、大丈夫か、この人たちって思ってると思うんですよ。だけどね、多分後半やっぱね、おいおいおいって、俺やってると思うんだよね。やっぱり周りのなんか熱狂に飲まれてね、なってると思うんですよ。ね。僕が矢沢ライブに行ったらですね、以下同文ですよ。最終的に赤いタオルを振り回してると思うんですよ。ね。で、やっぱそういうもんで。で、ジーザスキャンプっていうのはやっぱそういうとこがあるんで、なんかちょっとね、教会とか全然行ってなかったような、斜めに見てたようなんですね。高校生とかがそれに行って、もう行くときはもう行く、もうお母さんが言うから行くけど、みたいになってるけど、もう4日目とかもうジャンプしてね、賛美してるみたいな。で、それを持って、じゃあイエスに彼がじゃあ近づいたのかいというとですね、それはイエスでありノーなんですよ、やっぱり。で、なぜなら、やっぱりここでもボンヘッファーが言ってるんだけど、その陶酔感をかき立てることほど容易なことはないですよね。だからそのイエスを愛するみたいな雰囲気。まあ賛美とかすごいいっぱいすればそうなりますわな。で、なんかメッセージとかもすごい戦場的なメッセージね。なんか、感情に訴えるような、ね、メッセージをしてて、そこの最後にちょっとポロンポロンとかつって、ピアノでも弾いたもんならですね、みんなかけると涙とかバーとか流すじゃないですか。で、それって、雰囲気にある種飲まれていることでも実はあってね。で、それって言い方を変えると同調圧力
というものに巻き込まれる快感でもあるんですよ。実はね、同調圧力、悪いものっていうか悪いニュアンスで使われることが最近多いですけれども、同調圧力の正体ってオキシトシンなんですよ。ね、オキシトシンホルモンといういわゆる共感ホルモンと呼ばれるものがですね、作用しているというのが脳科学の分野で分かってて、そのオキシトシンってですね、陶酔感を与えるものなんですよ。みんながこうやっておいおいおいって長渕ライブでやってるじゃないですか。ピー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 おいおいおいってやってると、みんなが手を挙げて自分も手を挙げてるとね、オキシトシンがバンバン出るんですよ、脳からね。でそれがもうほんとね、中毒になるぐらい気持ちいいんですよ。でもそうすると次のライブもやっぱ行っちゃうわけですよね。でそれがオキシトシンと同調圧力のなされるわけだ。でいわゆるそのジーザスキャンプで最終的にみんなと一緒になって賛美してましたみたいなのって、ある種オキシトシンの働きでもあるんでね、そうするとその同調圧力の快感も実は混ざって、もちろんその中に真の信仰がないとは僕は全く思ってないですよ。もし思ってたら僕はそういうキャンプの講師なんて引き受けないですよ。でもそういうものにも意味があると、ちゃんと意味があると思ってるからこそ僕は言ってるんだけど、だけど用法用量をお守りくださいの部分を僕は今強調してますからね。で用法用量で言うと、その、同調圧力の快感なんですよ。じゃあ彼がですね、今度そのクリスチャンがマイノリティであるところのこの世俗の社会に行った時にどうなるかというと、世俗の社会ではイエスを愛するということがむしろ格好悪かったりとか恥ずかしかったりとか宗教かぶれと言われたりするような雰囲気の中に入るわけですよね。そうすると彼は同調圧力に屈するという意味では、その中ではイエスに反するというか、まあ、世俗的な価値観を身につけた方が快感は得やすいんですよ。ね、むしろですね、実は同調圧力に屈しないというこのことの方が逆説的ではありますが、キリスト者としては強みなはずなんですよ。なぜなら世と私たちは常に逆らうものだとイエスがおっしゃってるじゃないですか。だからそのおいおいおい、あ、疲れた。で、その、長渕ライブですね、この拳を振り上げ、全員が振り上げてる時に、俺は絶対に振り上げんからな。で腕を組んでるやつってなんか嫌なやつじゃないですか。周りの長渕フリークからしたらなんで来とんねんこいつって思うじゃないですか。だけど実はね、この世の中でクリスチャンであるというのは往々にしてそういうことなんですよ。みんなが金とか地位とか世間体とかを求めてる時に、そういうものを求めないということですからね。世間と逆に動くということですからね。ね、ボンヘッファーの時代で言ったら、ナチスドイツをみんなが礼賛してる時にそれをに反するようなことを言うっていうのがクリスチャン的であるということですからね。はい。だからね、ボンヘッファーがここで言ってるようにね、この陶酔感をかきたてるっていうことは実は危険なんだってボンヘッファー言うんですよ。でボンヘッファーが言うからこそすごく力強くて、これってなんでかっていうと、ボンヘッファーの時代のナチスドイツ考えてみてくださいよ。あれってヒトラーという人の演説とか映画とかですね、そういうプロパガンダに国民全体が陶酔していた、陶酔感に浸っていた時代なんですよ、ドイツがね。ね、ゲルマン民族が世界を支配するんだ、あい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 つって、はい、この場合はですね、まあ、ハイルヒトラーですけれども、はい。ハイルヒトラーつってやってたんですけども、はい。で、ヒトラーライブに熱狂してる時にボンヘッファーは腕を組んでたわけですよ。で、その人がやっぱり陶酔感っていうのは危ないんだ。キリスト者にとっては陶酔感っていうのはやっぱ毒なんだっていうことを見抜いてたっていうのはすごいね、鋭い指摘で。だから、ボンヘッファーはこういうの。しかしまた、健全で、非、陶酔的な兄弟愛に基づく日常的な、日常的な生活共同体にとってこれほど災いなことはないと。だから、日常ってですね、非陶酔的じゃないですか。ね。晴れと毛で言えば、長渕ライブが晴れだったら、日常は毛なんですよ。だから、日常ってつまんないことの連続だし、なんか陶酔感情なんてかきたてられないことの連続だしね、もう嫌なことの連続だったりするわけじゃないですか。そういう中でこそ、実は兄弟愛って試されるわけですよ。嫌なことがあった時に兄弟を許さなきゃいけないわけですよ。ね、そんな気分じゃない時に兄弟を愛さなきゃいけないわけですよ。別に賛美なんてしたくない時に主を心の中で賛美をしていくことによってですね、なんだろうな、その自分の中の平安を保たなきゃいけないわけですよ。で、それが、日常的な兄弟愛なわけじゃないですか。
だけど陶酔感の中でそういうことをするっていうのは実はそうなんかある種のまやかしを与えることでもあるのでですね、ちょっと気をつけろよと。だから当時のドイツでもすでにそういう収容キャンプみたいなものがあったっていうのがですね、僕はすごく新鮮だったのと、多分当時のドイツの収容キャンプでやっぱりその、キリスト教というものとやっぱナチスドイツのプロパガンダが一体になって陶酔感をかきたててたんだろうなという想像も及んだりするわけですね。はい、もう20分話してしまいましたけれども、こ次からですね、次のね、引用はですね、二つ立て続けに労働に関してなんですよ。このね、共に生きる生活にはね、結構ね、働くことに関して言及している部分が多いんですよね。97ページです。祈ることにも時間が必要である。しかし、一日の大部分の時間は働くことに属していると。ね、一日の労苦と働きなしには祈りは祈りではないが、また祈りなしに働きは働きではない。このことを知っているのはキリスト者だけである。これすごいですよね。で、ね、まあ、祈ることにも時間が必要ですよね。で、祈ってる時間なんてねえよと、ね、おっしゃる皆さんのというか、方の、鼻水が出る。はい、そういう方もね、いらっしゃるのもわかります。これはもう本当によくわかります。僕も働いてたからねっていうと、今働いてないみたいですけど、今も働いてますよ。で、でも僕の、そのもう、いわゆるその、なんだろう、通勤して、働くというスタイルで働いてた時期が、6年ありまして。で、そういう中でね、やっぱね、本当にね、帰ってきたら、やっぱり特にさ、1年目、2年目とか仕事に慣れてないから、ほんと疲れるじゃないですか。で、その中で、もう帰ったらもう何も考えれないしね。もう寝るしかないでしょ。体も脳みそも疲れてるから。ちょっともう帰って、もうなんか、飯食べて。で、ちょっとテレビばっつけてたらもう寝てたみたいな。で、朝だったみたいな。で、朝、じゃあ車乗って出かけて、かつて仕事して。っていうのを5回繰り返すっていうのがウィークデーだったりする。で、その中でじゃあいつ祈るのみたいなの結構ね、思いましたよ。で、今は僕、うつ病をしてからね、やっぱね、祈りの時間は本当に取ってるんですよ。もう仕事の時間を犠牲してでも祈りの時間を取るっていうふうに、そうしないと僕は、長期的に、生きていけないことが分かったから。だから、毎日ね、3、40分とかですかね。毎朝ですね、撮るようにしてます。だけど、それもやっぱ、捻出するのは、やっぱね、忙しい社会人、また、そういう子供さんとかいらっしゃったら、そんな時間は撮れるかいなって思うと思うんですよ。ね。で、しかし、一日の大部分の時間を働くことに属しているって、ボンヘファー言ってます。ね。だから、ボンヘファーはそういう人の気持ちわかるよと。ね。だけど、じゃあ、もう仕事辞めちゃってね。祈ってばっかいたらいいんじゃないのって思われるかもしれませんけど、それは違うよってボンヘファー言うんですよ。なぜなら、一日の労苦と働きなしに祈りは祈りでないって書いてるから、書いてるんですよ、ボンヘファーは。ボンヘファーに言わせたら、働くことをじゃあやめて、もう仕事やめたっつって、で、もう祈りに専念するために仕事をやめますっつって祈ったら、それは祈りじゃなくなっちゃうってボンヘッファー言うんですよ。ね、本当にクタクタになって祈る時間なんてないほどに働くからこそ祈りは祈り足りうるんですよ。で、これ僕おすすめなんですけれども、で、僕だってね、今ももうすごく忙しくて祈ってる時間なんてないっていう時はありますよ、もちろん。で、そういう時に本当にね、秒の祈りみたいなのが僕はおすすめですよ。なんかトイレ行く時間ぐらいはあるじゃないですか。で、トイレ行ってる時に、ちょっとね、神様って祈るとかね、なんだろう、会社で給湯室に行ってる間にちょっと10秒ぐらい祈るとかですね、そういうですね、祈りって、なんかマイクロプレイヤーとかナノプレイヤーとか呼んでもいいでしょう。なんかそういう祈りっていうのはですね、むしろそういう祈りをこそ僕はむしろ神様って聞いてらっしゃるんじゃないかなとすら思ったりもします。はい、そんな風にですね、働きの中で祈ることを神様はやっぱりですね、本当に尊いものとしてね、聞いてくださるんだなっていうことがあります。で、また祈りなしに働きは働きではないっていうのがあって、じゃあそのね、
もう仕事やめた、祈りますっていうのが一つの極論だとすれば、もう一つの極論は、もうね、もう時間ねえんだから、もう祈らないっつって っていう開き直りも、もう一つの極論としてあるんですけども、それは、もし祈ることをあなたがやめてしまったら、あなたの仕事は働きじゃなくなっちゃうよと。それはお金を得るための仕事かもしれないけど、神の働きではなくなっちゃうよって言ってるんですよ。はい。ね、このことを知っているのはキリスト者だけであると。はい。だからキリスト者が本当に、こう、働きと祈り、仕事と、まあ、霊的な時間といいますか、聖書読んだりとか。っていう、そういうバランスの中で、せめぎ合いの中で、せめぎ合ってる状態って実は一番健全なんですよ。もしあなたに葛藤がないとしたら、なんかおかしいんですよ。もう祈れて祈れてしょうがないっていう人がいるだとしたら、あなたは働いてないかもしれないねっていうことになるし、ね。もう仕事さえしてればいいんだ。祈る必要なんてないっていうのは、それはまたその仕事っていうのはもはや神の働きではなくなっちゃうっていうことがあるんで。はい。次ですね。これも労働の話で。鼻水が。98ページですね。そのようにして労働は彼にとって肉の怠慢と安逸からの救いの手段となると。物かっこ労働という意味でボンヘッファーは物との対峙を使っていると、ね、で物の世界においては肉の欲求は死ぬ、しかしこのことはキリスト者がそれを突破して彼に労働と技とを命じ、彼に自分自身からの解放を成し遂げるようにしてくださる、汝かっこ道具ですね、である神の御前に出るところでのみ起こりうることなのである。とちょっとすいませんね、鼻水がもう出ま、ちょっと鼻水が、ああ、水。で、労働っていうのは、自己を救済する浄化のための神の道具であるというようなことを、ここで、ボンヘッファー言ってるんですよ。ね。つまり、労働っていうのは、もし労働というものがなかったらどうなるかっていうと、肉の怠慢と安逸に我々は飲み込まれてしまうんですよ。ね、だけど労働があるからこそ我々はそこから救われるんだって、ボンヘッファーは言ってます。はい。で、キリスト者がそれを突破して、彼に労働と技を命じ、彼に自分自身からの解放を成し遂げるようにしてくださる、何時である神の御前に出るところでのみ起こりうることなので。これね、だから、ボンヘッファーがここで言ってるのは、その神の前にある労働ですね。額に汗して働くことです。もちろん頭脳労働も同じですね。脳みそに汗することも同じですけれども、そうやって汗をかいて、働くということが、自分自身からの解放を成し遂げてくれるって言ってるんですよ。でね、結構ね、これって、本当に現代的な意味を持ってて、自分自身からの解放ってね、まあ、だからミスチルの歌詞にあったじゃないですか。名もなき歌に。自分という檻の中に閉じ込められてるっていう話があるじゃないですか。そういうサビにありますよね。自分自身という檻の中に閉じ込められて いるなら、僕だってそうなんだっていうね、あるじゃないですか。で、現代人って結構自分自身という檻の中に閉じ込められてる人多いと思うんですよ。で、いわゆる、まあ、俗語でいうところの中二病的なものであったりとか、自分のことばっか喋る人とかね、自分語りが止まらない人とかね、なんか自分とは何なんだろうってずっと考えてるとかね、人生の意味とか、目的とかってことをずっと考えてるとかですね、ずっとですね、自分に合う仕事は何だろうって考えてるとか、あと自分探しというまさにそういう言葉とかですね、それってね、実はね、自分という檻の中で迷子になってるんですよ。はい。それって実はどうやって解放されるかというと、それを突き詰めることによってではないんですよ。そうじゃなくて、自分を忘れることによって解放されるんですよ。じゃあ自分を忘れることってどうやったらできるかというと、労働なんですよ。これは本当そうです。で、労働っていうのはなぜなら他人のためにするものじゃないですか。ね、他人のために額に汗してるときに自分のことなんて考えてる余裕ないじゃないですか。実はそれが救済なんですよ。はい。本当そうなんですよ。
で、もちろんですね、自分の中にどんどん入っていって、そして、その中で発見できるものがあるっていうのもありますよ。例えばそのニーチェの哲学とか、そういう、ね、あの自分を本当に深く掘っていってっていうこともあるし、それが有意義だっていうことも僕はもう分かってます、分かってるんですけど、結構ですね、そういうカジュアルな自分探しみたいなところでずっといる人とか、その自分に合う仕事が全然ないって何十年も言い続けてる人とかってですね、自分の中の自分の牢獄に閉じ込められてて、だけど実はそれを救済するには労働しかないんですよ。じゃあ労働を必要とするっていうのは、なぜなら我々は食わなきゃいけないからね。で、食わなきゃいけないために労働するというのは実は非常に健全なことでもあるんですよね。だって労働というのは神が人間を自己の怠慢と安逸から救うために与えたものだからですよ。はい、次ですね、98ページ、祈ることと働くこととの一体性、一日の一体性が発見される。というのは、一日の労働というそれの背後に何時である神を見出すということ、そのことこそパウロが絶えず祈りなさい、第一テサロニケ5章17節と書いていることだからである。だからキリスト者の祈りは、祈りに割り当てられた時間を超えて、労働の時のただ中にまで入っていく。祈りは一日の全体を包むが、そこで働きは停滞するのではなく、むしろ祈りは働きを促進し肯定し、それに真剣さと喜ばしさとを与えるのである。そこでキリスト者のすべての言葉、すべての技、すべての労働は祈りとなると。これね、なんだかな、あのベネディクト修道院のなんか格言があるんですよね。それがその、祈り働けっていうね、そういうようなね、あの格言があって、いや、それにも通じるんだけれども、あの祈りって働きなんですよね。そして働きって祈りなんですよね。この一体性っていうのがやっぱりですね、あのキリスト者の神秘であり、パウロが絶えず祈りなさいってね、第一テサロニケ5章17節で言ってることの本当の意味なんだよって、ボンヘッファーは言ってて、僕も本当そう思いますね。で、絶えず祈りなさいって言うとですね、なんかもうあの世俗の仕事なんてやめてしまって、そしてずっと祈ってる人みたいなのを思い浮かべるかもしれないけど、全然そうじゃないよって言ってるんですよ、ボンヘッファーは。そうじゃなくて、祈ることと働くことの一体性の中でそれは実現するんだよって、パウロは書いたはずだってボンヘッファーは言うんですよ。でね、どういうことかというと、キリスト者がもし祈ったとしたら、その祈りは祈りに割り当てられた時間を超えて労働のただ中にまで入っていくって言ってるんですよ。で、祈りは一日の全体を包むが、そこで働きは停滞するのではなく、むしろ祈りは働きを促進し肯定し、それに真剣さと喜ばしさとを与えるのであるとね。そこで、そうなるとキリスト者のすべての言葉、すべての技、すべての労働はすなわち祈りとなると、それ自体が祈りであるっていう風ですよ。で、これね、実はね、日本にも似たことを言った人がいて、これがね、親鸞なんですよね。浄土真宗のね、親鸞って、あの人すごい面白い人じゃないですか。お坊さんなんだけれども、その世俗からね離れて、独身を貫くとい ねお坊さんの生き方、ライフスタイルをね、ある種、まあ、拒否してというか、で、彼は奥さんをもらったわけですよ。で、彼はそのね、いわゆるお坊さんっていうのは山に引きこもって、で、世俗から離れているのがお坊さんとされていた時代に、彼は実際もう農村に入っていって、で、畑を耕してですね、農民たちと一緒に労働をすることによって、その中にあるいわゆる、まあ、キリスト教でいうとこの霊性ですよね、その仏につながるということを見出そうとした人。で、親鸞がこういう言葉を言ってるんですよ。桑の一振り、好きとか桑ってあるじゃないですか、その畑を耕すね。で、桑の一振りは祈りであるって言ってるんですよ。まあ、あの桑の一振りも 念仏であるって言ったのかな、正確に。で、つまりキリスト教的に言えば、あなたがもしね、例えばなんだろうな、まあ何でもいいですよ、いろんな仕事があると思いますけども、もし事務でね、医療事務でなんかの入力をしてたとしましょう。そのあなたのキーボードの一タッチ一タッチは祈りであるって言えると思うんですよ。ね、あなたがお医者さんであるならば、あなたの診察行為は祈りであるって言えると思うんですよ。
ね、あなたがもしですね、なんだろうな、その交通整理をね、なさっている方だったら、あなたのその、このなんか光る棒ですね、ライトセーバー、はい、ライトセーバーの一振りは祈りなんですよ。はい、はい。で、で、あのボンヘッファーはここで言ってるのが、その例えばね、あなたが1日にも本当に忙しいから1日でもそれでもやっぱ5分ね、スマホのタイマー5分かかって祈ったとしましょうよ、朝ね、ね、朝5分だけ早く起きて5分は祈ったとしましょう。そしてこの5分の祈りっていうのはですね、まるでそのコーヒー一杯のコーヒーに、例えばクリープをですね、あれ5ミリリットルぐらいじゃないですか。そのグリ5ミリリットルのね、クリープをね、一杯の300ミリぐらいのね、コーヒーに入れるじゃないですか。そのかき混ぜると真っ黒だったものが茶色くなっていくわけじゃないですか。そのように祈りっていうのは、そのあなたの労働の中に浸透していくんだよって言ったんです。そしてそうすることによって、その労働自体がもはや祈りになっていくんだよっていうことをボンヘッファー言ってるんですよね。本当に僕はね、この下り大好きですね。はい、そんな形で、もう35分話しましたので、次回に続いていきたいと思います。そんなわけで今日はね、労働であったりとか、あとまあジーザスキャンプ的なるものであったりとか、そんなことについて話しましたけれども、はい、何かのですね、参考にしていただけたら、嬉しいなと思っております。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。